皆さんこんにちは、ダイスです。今回はポケモンレッツゴー EV やっていきましょう。今日は色違いの石つぶてを進化させてゴローン戦のマスタートレーナー戦向かおうと思います。この子このままの色のままなのかな、どうだったっけ、ちょっと濃くなっていったような気がするんですけど、まあ1レベル上げないと進化しないので、とりあえず近場にいたラッキーを捕まえようと思います。ここで やらない方がいいような気がする。絶対足りない、経験値絶対少ないよね。ここ花田シティのとこの花田の洞窟行った方がいいかな、いやそんな気がするけど、まあとりあえずいいか。一匹捕まえてから向こうでラッキー捕まえたら連鎖かかりますもんね。そうしよう、せっかく出ているから。ダメか、プレミアボール良くないか、買えるか、スーパーならまだいけんのかな。私ここでラッキー捕まえたことないんですよね。でも黄色だったから、ま、いけないことはないんでしょうね多分。これでいかがでしょうか。なんか大丈夫な気がするな。よし、オッケー、もう出ないよね。もう出ないと思うんで移動します。さて、1レベルってこれで上がるのかわかんないんですけど、もう1匹ぐらいな気がするんだけどな。あ、でも3000経験値だから上がるかな。あー、なんで、なんでなんで。見てこの石つぶてのところの回った、どれぐらい足りなかったの今、1とかもしかして、溜まったようにしか見えなかったけど、そんなことある？そんななんかぴったりとかある？3000足りないんだ。そっか、しょうがない。まあこの1匹で足りますからいいことにします。3000ぐらい、そしたら他のやつも楽になるから。2750、惜しい。惜しい。あ、3体上がりましたね。でもシートラ60か、もうちょっと欲しかったですね。せめてみんな70ぐらいまでは上げてからマスタートレーナー戦に行きたい。連鎖かけるポケモンの時に期待ですね。黒じゃなくてなんか焦げついているんだけど色が。これ何色？もともと石つぶてって岩の色っていうんですか、灰色なんだけど、黄金の石つぶてくんはこれは焦げる感じの色？なんかさ土色だよね、濃いな。こんな色なんだ。進化にびっくりしてる。私もびっくりだよ。私もびっくりだよ。進化にびっくりするんだね。こんな色なんだ。私もうちょっと薄いと思ってました。洞窟の中だからかな。そんなことないです。黄土色？いや、黄土色よりは濃いよね。茶色でいいのかな。明るいとこだとちょっと色違う気がするんだけど、とりあえず時はに一回行かないとダメですね。チャンピオンロードに確かマスタートレーナーいるんで、一回時はに飛びます。
さて、明るいところで見たら何色に見えるでしょうか。デデデン。さて、ちょっと飛ぼう。見えるでしょうかって言ったんだけど、遠い遠いからリザードンライドして降りたところで、間違って A ボタン押しちゃった。もったいない。まあいっか、900円がもったいないことになってしまった。900でしたっけ、700でしたっけ。まあいっか、ここでゴローと変えて色見ます。何色、茶色、茶色だね多分。そっか、こんなコーティング色なんだね。なるほど、キラキラ光っているわけではなかったんですね。いやー、石つぶての色違い初めてなので、今作に限らず何色なんだろうって思ってたんですけど、このなんか屋根の色が濃くなった感じの色してましたね。うん、あ、どっちかっていうとあれなのかな、岩肌の岩に近いのかもしれない。石の色じゃないんだね。あー、ちょっと黄色っぽいのか。正確な色の感じは分かりませんが、木の幹の色とかそういう感じの茶色だっていうことが分かりました。やべえ、ぶつかった、ゴルバット。ちょっと逃げます。確かね、入り口あたりにいた気がするんで、なんか足が若干見えてたりするおじさんなんじゃないかと思うんだけど、この辺の上にいるおじさん。あ、こっちじゃないんだ、それだ、山男だ。発見、地下。頑張れますか、一発でいけますか。ゴローニャにした時に何色なんだろうも気になるんだけど、とりあえずゴローマスターなんでね、今回はゴローンに頑張ってもらおうと思います。多分ね、強いとは思うんですよね。雨とかは多分もう入れなくていいと思うんで、あと技だけだと思うんだよな。でも持ってる技が前回の石つぶて戦から変えてないんで、もしかしたら負けちゃうかもしれないんですけど、いけそうな予感はするんですよね。本当に予感だけなんですが、ちょっとやってみます。瓦割り、地球投げだけ先にやろう。81投げてくれるっていうねそっか、ゴロンって丸いからあれなんだ、地球投げしてそのままのイメージでいけるんだね。もうちょっとなんか尖ってたりするポケモンだと、何でしたっけ、印象がちょっと違うんだけど、丸いからなんだな、きっと。勝てるね、丸くなる、また丸くなったなんか背中のゴツゴツしてるのが分かりやすいのかも、こっちの色違いの子の方が。結構ゴツゴツしてんですね。知らなかったです。ただ多分次の攻撃で勝てるはずなので、我慢だけしてます。ゴローンの我慢は解かれた、頑張れ。おお、行かなかった、もうちょっとだけ残っちゃいました。あららら、らよし、山のゴロン強すぎだ、ふさわしいぞということで、ゴロンマスターになれました。ゴロン好きなもの皆兄弟、同じようなセリフ言うんですね、山男さんの場合は。とりあえずなんですけど、ゴローニャにした時に色違いの子は何色になるのか謎なので、また次回も楽しみにしたいと思います。はい、居心地よさそう。そっか、頑張ったね、お疲れ、元気いっぱいいいことだ。この動画が少しでも良かった方は、高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。
最後までご視聴いただきありがとうございました。後ろから来てる。それではまた。 See you!